マジかよ、鬼にココちゃんが連れて行かれてしまいましたよ。どうも、シュンス TV です。皆さん、普段ですね、ココちゃんはとってもお利口なんですけども、今日はなんかやけに悪い子なんですよね。外から帰ってきて手洗わなきゃダメだよって言ってるのに、洗わない洗わないみたいな感じでうわーって暴れたりとかして、もうすごく大変だったんですよ。そして皆さん、鬼電話アプリって知ってますか？鬼に電話をして、そして鬼が怒ってくれるっていうアプリがあるんですけども、それの本当に鬼が来るバージョンのアプリがあると私セレモニーさんから聞きました。そしてそれをダウンロードしたんですけども、本当に鬼が来るアプリって一体どんな感じなんでしょうね。今日は実際にココちゃんとやってみたいと思います。チャンネル登録してくれるの待ちきれないよ。ココちゃん、ココちゃん、外から帰ってきたらちゃんと手を洗わなきゃダメでしょ。どうして今日はそうやっていやいやってずっと言うの？いや、だってさ、僕はさ、手洗うの冬はさ寒いしめんどくさいんだもん。まったくもう。そして今日はココちゃん、鬼が本当に来る鬼電話アプリをやってみたいと思います。本物の鬼が来るんだからね、悪い子してると。そうか、じゃあ鬼が来たら僕お友達になろうかな。いやー、おもちゃの皆さん、今日はですね、本当に鬼が家までやってくるアプリがあるとセレモニーさんから聞いたので、実際にやってみたいと思います。ああ、そうだ、最後に確認だけど、ココちゃん、お利口さんにちゃんと手洗うことできる？いや、できないようだ。まったくもう、ココちゃんはやんちゃなんでございますから。シュンス TV、 シュンス TV、 ポリスステンチ、本当に鬼が来て大丈夫なんでしょうか？そうだよ、家とか壊されない？わーん。そうなんですよね、どういう鬼が来るかわからないんですけども、早速やってみたいと思います。これですね、普通の鬼電話アプリと変わらないような気がしますけども、ボタンを押しますよ。鬼が本当に家まで来るんでしょ？そうなんですよ、早速試してみましょう。おおおおおお、これですよ、この赤鬼ですよ。もしもし、赤鬼です。あ、赤鬼さん、もしかしてまたですか？そうなんですよ。またまた言うこと聞かないんですか？ちょっとさ、変わってくんないかな。はい、電話だって、ココちゃん。はい、マシマシ。なんで言うこと聞かないんだ。言うこと聞かないと、熱々の辛いスープに入れて食べちゃうぞ。スープに入れても僕美味しくないと思うけどな。今家に迎えに行くから、待ってろな。お家にこれで来るんだってさ、ココちゃん。そうなんだ、お兄さん、ちょっとさ、僕お兄さんとお友達になりたいんだ。いや、お友達になりたいんだって、ココちゃんは勇敢でございますね。ココちゃん、本当に来るってお兄さんが言ってたけど、怖くないの？お兄さんもさ、きっと優しい心だと思うしさ、僕はお友達になりたいんだ。いや、そうか、ココちゃん、でもさ、鬼が本当に、ちょっと待ってください。このドーンドーンって音って、もしかして屋根の上にもう鬼がいるってことなんですか？やばいです、やばいです。暴れていますよ。ちょっとさ、幸運のバターカップ。ああ、ココちゃん、本当に鬼が来たみたいだね。そうなんだよね、ココちゃん、もうさっきからずっと音が聞こえていますよ、屋根の上からですね。うわわ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 、しかもなんか屋根外されるんじゃないですか。ちょっと、本当に鬼が来たってことですよ。いや、参ったな、どうしよっかな。でもさ、鍵開けなきゃいいんじゃないの、鍵。でもさ、鬼って鍵開けなくてもきっと入ってこれちゃうんじゃないのかな。
チャイムの音が聞こえましたけども。本当に鬼が来たみたいだ、神様。鬼が来たって僕たちどうしたらいいんだろう。ココちゃん、最初は屋根の上で暴れていましたけども、今度はチャイムの音が聞こえました。鬼はすごく大きいのかもしれませんね。だって屋根の上で暴れることができるぐらいですから。鬼さんがそんだけ大きいんだったらさ、玄関ドーンって壊して入ってくるんじゃないかな。確かにね、もし玄関のドアをぶち破って入ってきたら、シュンさん、まずいね。玄関壊す音聞こえたよ。やばいです、やばいです。このアプリは本当に鬼が来るみたいです。やばい、玄関のドアをぶち破る音が聞こえましたよ。これはマジでピンチでございますね。チャンネル登録したやつは我々の仲間だ。ココちゃん、ココちゃん、逃げて逃げて逃げて。鬼が来たことは確実だよ。いや、ちょっとさ、ちょっとさ、端っこの方にいるね。ガーブさ、なんかあったら守ってくんないかな。いや、ココちゃん、大丈夫、私が守ってあげますよ。よし、ちょっと鬼が来たみたいなので、いやー、マジかマジか、本物の鬼がこの向こうにいるって考えるとちょっとびっくりびっくりですけども、果たして本物の鬼って、やばい、本物の鬼だ、みんな逃げろ。ちょっとさ、怖いよ怖い、お願いだよ。鬼さん、このボールあげるからさ、どっか行ってくんないかな。ちょっとボールじゃないよ、ココちゃん、こっち来て、こっち。うわー、やばい、ココちゃんが本当に連れて行かれてしまいますよ。ちょっとココちゃんを返してくださいよ。実はこれドッキリでした。もしかしてセレモニーさん。いやー、今日朝からココちゃんがすごくいろいろな悪さするから、シュンさんとココちゃんにあえてドッキリをやったのよ。いやー、ココちゃん、よかったね、本当の鬼じゃなくてセレモニーさんだったよ。なんだよ、まったくびっくりしたよ。でもさ、やっぱり僕お利口さんにいることにするよ。そうだね、ココちゃん、偉いね、ちゃんとお利口さんにいないとね。いやー、まさかのセレモニーさんのドッキリでございましたよ。まあでも節分も近いということで、こうやって鬼のドッキリってとっても楽しいですね。なので鬼が本当に来るアプリというのはないみたいですね。そしてココちゃん、ドッキリしちゃってごめんね、鬼来て怖かったよね。いや、怖かったけどさ、やっぱ僕ちゃんと手洗うようにするよ、約束するよ。さすがココちゃん、偉いね。あ、そうだ、セレモニーさん、それにしてもドアが壊れる音とか屋根の上からドンドンみたいな音が聞こえたんですけども、あれってあれはですね、私の iPhone からいろいろな音を流してただけよ。ドアが壊れるような音とか屋根の上からドンドンとした音もね。そうだったんだ、今 iPhone っていろんな音が出せますからね。それじゃあみんなにバイバイしてから、ちゃんと手洗いうがいもしっかりしましょうね。それじゃあ皆さん、またお会いしましょう。さよなら。バイバイ。みんな、あの手洗いとうがいはしようね。また見てね、ママ。いやあ、こんにちは。何をしているのかね。ドンキにドッキリなんてやっているから、シュンズ TV はいつまで経っても弱いのだ。ロッツォにお願いがあるよ。次の新しい仲間はドンキホーテに行っていろんなおもちゃたちを洗脳してね。ああ、それもいい方法だな。だがしかし、私はもうすでに最強の仲間を手に入れたぞ。ロッツォさんに質問だよ。ロッツォさん、遊ぶのはお好きですか。ああ、私は遊ぶのは大好きだ。サニーサイド保育園にいた頃はよくおもちゃたちとこっそり遊んでいたぞ。だが人間とおもちゃが関わり合うのは好きではないがな。僕もロッツォチームに入る。ロッツォに質問、僕を洗脳してください。ああ、私はもうすでに最強の仲間を手に入れて、今までで一番最強だから、確実にシュンズ TV を潰すことができるぞ。明日にでも攻めるとするか。今のうちからロッツォチームに入りたいやつは歓迎するぞ。ああ、そうそう、シュンズ TV を応援したいやつはチャンネル登録をした方がいい。ただし私にとっては敵だがな。どちらか選べ。さあ、どうかね。